ソコルル・メフメド・パシャ橋、メフメド・パシャ・ソコロビッチ橋は、ボスニア・ヘルゼゴビナ東部、スルプスカ共和国の町、ビシェグラードにある橋で、市内を流れるドリナ川に架かっている。オスマン帝国の宮廷建築家だったミマール水難が16世紀末に手がけた橋で、当時のオスマン帝国の建築水準の高さを、冷唱する産業遺存として、2007年に、 ユネスコの世界遺産に登録された。ボスニア・ヘルツェゴビナの世界遺産としては2例目の登録で最初の登録物件であるスタリ・モストと同じく橋の世界遺産である。橋の名前はこの橋の建築を命じた大最小をコるるメフメトパシャに由来する。全長は179.5メートルで11の石組みのアーチからなっている。これらのアーチは 20世紀の二度の世界大戦で壊滅的な被害を受けたが、その後再建されて今に至る。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争中のビシセグラードの虐殺では、惨劇の現場にもなった。ユーゴスラビアのノーベル文学賞受賞作家、イボ・アンドリッチの代表作、ドリナの橋は、このソコルルメフメトパシャ橋を舞台にした歴史小説である。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。